来ましたよ。はい、嬉しい恥ずかしい夏休み桜大戦2の実況ですね。嬉しい恥ずかしい第5話、嬉しい恥ずかしい夏休みのその4ですね。旅館での2日目です。一泊しての2日目。いやー、大富豪に呼ばいかけられたりと、忙しいあれだって。ここもあれかい、マップを点々とするのかい。ででねねでねねねねでねねねでね。もう朝からバッチシみんな服着てるね。ちったい浴衣姿を見せてくれてもいいんだぜ。あれ、はーい、あーいやーどうする、言われちゃったもんな。風呂入ってたら、風呂行ってたらさくらくんのラッキースケベが拝める。しかし前日にすみれに誘われている。さくらくんのラッキースケベがいいか、海に行く。誘われたらもう仕方がない。もう心の中ではもう決まってた。スミレに誘われたらもうどうしようもない。そういうことにしておくよ。ダメだった。男大神さくらくんを風呂をのぞくなどということは、あとこのメンツちょっと不安よね。アイリスとレニとスミレってこの3人じゃちょっとね、心もとないよな。カンナとかな、山に連れて行きゃ、まあまあまあ、カンナが何度でもしてくれるけどさ。で、アイリスとレインっていう砂利書き二つにさ、あとまあ、スミレ一人じゃちょっとね、スミレの荷が重いからね、荷物持ったりしたりしてあげないとね。ね。砂利アイリス。砂利書き。でも君も若いけどね。まだティーンだけどね。すみれくん、君も若いですよ。若いっていうか、まあ子供ですよ。なんならまだ成人してないまで。18か。17か18かだ。僕はいい。あら、そう。釣れないね。さては泳げないんだな。ボート膨らませるの大変よ。肺活量すごいんだろうな。海はいいな。3年ぐらい海行ってないな。2年ぐらいかな。了解。海で泳ぎたい。常に海で泳ぎたい欲がある。あすびれの胸が、胸が桜大戦にあるまじき、こうボリュームでもって主張している。ちょっとアダルトすぎる。アダルト向け桜大戦、胸がいい形すぎる。整形やってそうなれる。整形包茎手術やってそう。シリコンやってそう。しかし残念ながらその時代にそんなものはないから、これは完全に生まれ持った才能。まあ勝利、この私がこれくらいのことでバランスを崩すと大思い。反応がいちいちおばさん臭いんだよな。落ちる。助ける以外の選択肢がないぞ。危ない、スミックス、危ない。あ、神神。そうだったわ。そんなことありました。どうやったらこれ全部取れるの。どんな水着だったの。ちょっとあの飼育場で戻してみてくれよ。こんな全部取れるような水着だったか。やば、大神も完全に剥ぎ取りにいっとるよな。大丈夫か、スベア君って言った瞬間にこう最短の手の動きでこう
水着を剥ぎ取りに行っとるよ。これは脱げんだろ。そして可愛い可愛いな。ここはあの隠しとこ、マウス隠しとこ。見えてないけど隠す、見えてないけど隠すと、それだけでやらしいように見えてしまう。これをサムネに使おうか。隠してるみたいな感じ。隠してるけど別に隠さなくてもいいのに隠してる。ああ、あんこアイコンが欲しいですね。可愛いもん顔が。やっぱね、いや可愛いね。やっぱスミレだな。全然女性視聴者とスミレくんの好感度ダダ下がり。出られないなんて。そら怒られるわ。ここはこうどうやって剥ぎ取ったの本当に。大神は一体この水着を。しばらくその格好で反省してらっしゃい。仕方ないね。よく埋めたね、こんなに。相当体力必要だよ。了解。了解。言うと思った。ひどいよ、みんな。ひどいっていうか、まあ、大神の大概だぞ。これぐらいで許してくれてるスミレ君の心の広さを見習った方がいいよ。これぐらいで。というわけで、海ではみんな大騒ぎでしたわよ。主にあなたのせいだけど。あなたの、ほぼあなただけど。まあ、水着を剥ぎ取られた被害者ではあるんだけどね。相変わらずやな。まあ、レニが海に行くやな。みんなの中でのレニの扱いがどうなんと。日本の男ってやっぱ人に優しくないのかな。人に優しくなななななな、な優しい歌が好きで、ああね、優しくないんですかね。まあ織姫基準だからなんとも言えない。日頃の疲れが取れていい顔になったわよ。やめとけ。また襖を。ほんとそれ。いい加減にそんな低レベルな遊びは卒業してくださらない。ほんとそれ。アイリスとかいう、アイリスとかいうガキに怒られてる。カンナ。カンにしろ。お前は、お前は海賊王になれ。ここの舞台は狭すぎる。海賊王じゃない、海に出るんだ。いいアイディアだ。ハンナピ？ハンナピ？その言葉わかります？そう、今もうこの桜大戦の実況をする初めから思ってんだけど、花火を攻略したいんですよ。誰？みたいな。花火を攻略したいんですよ。ずっとこれは思ってた。ずっと思ってて、花火って誰？と桜大戦3で出てくるヒロインなんですね。あの日本人なの。パリ歌劇団でパリに行ってんだけど、パリにいる日本人の人でさ、花火ってその昔は絶対ないなと思ってたんだけど、今は逆にあるじゃないかなと。自分の中のこう好き嫌いのあれはちょっと変わったかなと、大人になったかなと思っててね。花火って婚約者がいて、で婚約者が途中で死んでみたいなキャラで、トラウマ抱えてて、まあ、なんか未亡人っぽいんだけど、なんか昔はね、なんかそこ行くのってなんか違うなみたいなこと思ってたんだけど、しかし、いやそうだね、これじゃ物足りないんだ。ないな、俺線香花火好きなんだ。花火ね、ちょっとまあ3の実況し始めたらちょっと考えます。もうね、昔はコクリコ一択だったからね、変態なんだ、ロリコンだわ、コクリコとか。さすがに大人になった。花火の魅力に気づきたいっていうね。
ですね、線香花火といえばですね、高校もう何年も前だ、高校のぐらいの時になんか町のおもちゃ屋さんを全部こう、全部じゃないけどさ、知ってる限り行き尽くして、ここの花火とここの花火とここの線香花火と どれが一番こう綺麗にこうやったりしましたね。だいたい石膏省で作られてる線香っていうか花火を、だいたい結構ね、花火、線香花火のものによってね、まとまり方とか、あのパッ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 ってなる、あのね、あれの広がりとか、長く光るのもあるし、大きくなるのもあるし、光が大きいのもあるしっていろいろあるんですよ、うん、すぐ落ちるやつとかね。なんでね、線香花火は結構面白い。あと作れるのかね、線香花火ね。もしもそういうことがあるなら、線香花火作ってみたい。線香花火自作してみたってやってみたいな。しょぼいアニメーションが空に打ち上がった。たまや、これ遅かったら多分ダメだと思う。即断即決、多分遅かったらちょっとタイミングが遅いってなるような気がするね。怪しいな、コーランが張り切っとると怪しいな。こんなグラフィックだけどもさ、家の中にいながらにこうやって花火を楽しめる、いいゲームですね。つくづくしみじみ思ってる。一人で露天花風呂に入るのも悪くないな。入るか、これ例に絶対絶対これもう記憶に残ってるよね、絶対覚えてる、レニーの。いや、いい露天風呂ですね。どうやってこの光を撮ってんだろう、最高してんだろうね。あ、まあレニーも男の子だからみんなと一緒じゃ入れないものな。じゃあ男として背中を流しちゃおうかって、あれ、レニーの胸なんだか女の子みたいだな。え、隠した方がいいんじゃない、隠すと、またマウスカース、隠すと逆にエロいんじゃ、隠さないの人が、これ多分角度的に見えてないってことだからね。レイって ひょっとして女の子なのか。そうだよ。じゃあなんで男湯に入りに来てんの、この人なんで入りに来てんの。まじまじと胸を見てしまった。何の音？あなたのその驚き方ちょっと変ですよ裸で旅館の前まで。当時はえらくレニーのなんか裸やと思って興奮した覚えがある。普通に男だと信じ込んでたから、女だってなった瞬間のみたいなのは当時はあった。でも今はなんか割とそういう人多いよね、そういうキャラ多いからね、なんか普通みたいになってるけどさ、当時はもう初めて遭遇する、そんな男の子みたいな、男の子だけど女ボーイッシュみたいな、ボーイッシュガイシュとか。まあ、ということで、ここまでにしますかね。ここまでですかね。はい。それじゃあ、まあ、次回、坂田先生でお会いしましょう。ほんなまた。